いますけど。そうですか、はい、両チームの選手たちが出ました。先攻が石川星稜高校です。それでは高知明徳義塾の守備をご紹介してまいりましょう。ピッチャーは河野です。背番号は8番をつけています。176センチ73キロ、まあ、スピードはそれほどはありませんが、ストレート、カーブ、スライダー、フォークもあります。キャッチャーが強気のリードをする青木です。ファーストは背番号1番をつけている岡村、スピードはナンバーワンです。セカンドは守備のうまい重金、サード強肩の久岡、守備のいいキャプテンの筒井ショートです。レフトは1年生の加陽、背番号11番、センター俊足、背番号7番の橋本、ライトは左投げの広畑です。これが高知明徳義塾高校の守りです。この試合は明徳義塾が初めての試合、そして星稜高校が2回目の試合になりますので、明徳義塾は高知大会の成績をご紹介します。河野のピッチャーとしての成績です。2試合を投げています。先発です。2回戦と決勝戦に投げました。176センチのピッチャーです。この試合の解説は福島敦彦さんです。福島さん、はい、まあ、両チームですね、片方は初めての試合、そして星稜高校は2試合目ですが、この辺は多少差が出ますかね。そうですね、それと明徳義塾はですね、はい、まあ、7日目登場ということでね、やはり甲子園してからもう10日近くなると思いますね、はい、それとやはり1試合経験しているという点ではですね、やはりコンディション的にはやはり星稜の方がいいんじゃないでしょうかね。まず星稜高校はトップバッターの清水がバッターボックスに入りました。この数字は石川大会の数字が今出ました。マウンドは河野です。明徳の今木さん、この河野投手の特徴はどんなところにありますか。カーブの変化球がいいものですから、はい、どっちかというとやっぱり打たせて取るというようなピッチングが持ち前ですけれども。そうですか、はい、バッターは今日トップの清水です。そのカーブが入りました。長岡広陵戦では3打数3安打1打点でした。ツーベースも打っています。1回戦は7番を打ちました清水です。星稜の本田さん、はい、今日は打順を以前の打順に戻した感じがありますね。そうです。1番の清水が、まあ、はい、この前の試合で非常に良かったということで、まあ、本来の形に近い、はい、オーダーになってますね。いい当たり、このショートの守備もいい。ワンアウトです。キャプテンの筒井、非常に安定した守備を見せます。解説の福島さん、はい、今打球速かったんですが軽やかでしたね。当たりは鋭かったですけども、この明徳義塾の内野陣はですね、はい、非常によく鍛えられてますね、非常に今のも筒井君出足が良かったです。そしてスローイングも速かったですね、はい、2番の林が入っています。甲子園では3打数2安打1打点盗塁も2つ決めています。2年生の林和成、星稜の本田さん、はい、1回戦の後少し休養は選手たちは取ったんですか。そうです、まあ、どこか出かけてリラックスさせようかということも考えたんですけれども、まあ、練習の時間が午後が多かったものですから、はい、ほとんど宿舎でゆっくりさせました。まあ、初めからこの対戦が決まっていたわけですから、その試合に合わせたわけですね。そうです。プレーです。2アウト。福
島さん、はい、本当に堅やかですね、そうなんですね、まあ、明徳義塾にとっては初めての試合ということでね、はい、それも高校を取りましたからね、やはりこの1回の星稜の攻撃というのはベンチの馬淵監督も非常に怖いと思いますね、うん、明徳のコーチの今木さん、はい、2つ打球が飛んで安心したんじゃないですか。そうですね、ほっとしました。そうですか、はい、まあ、どうしても最初ボール触るまでは不安感がありますこの甲子園。3番の山口です。左投げ左打ち、1回戦2安打2打点です。切れていきます、抜けた。山口はセカンド回った、蹴った、サボラ帰ってくる、スリーベースヒット。3番の山口、福島さん、はい、今のバッティングですが、今のあの外角のストレートなんですけどね、はい、山口君はピッチングもさることながらバッティングもですね、やはり松井君に続いて非常にいいバッターですね。さあ、ご覧のように外野が下がりました。左バッターボックスに松井登場です。甲子園の中、大きな歓声が沸き上がっています。1球目は少し遠いボールでした。これも遠いボールです。明徳の今木さん、はい、まあ、確かに強打者ですからね。そうですね、コーナーつこうとしてその甘くなってると思うんですけれども、あ、ちょっと勝負を避けているんでしょうか。非常に大きな歓声が湧き上がっている甲子園。ランナーは三塁、勝負はしませんでした。解説の福島さん、はい、ここは難しいところでしょうね。そうですね、まあ、ランナーサードで、まあ、本来なら勝負すべきところだと思うんですけども、はい、やはり増井君ですから、まあ、遠めの球、まあ、あの少し外れましたですね、まあ、ある程度あの意識的に外したと思いますね。5番の月岩です。甲子園では5打数2安打、馬淵監督です。ピッチャー河野、福島さん、河野投手はどう見ますか。あの今のは少し上ずりましたですけども、やはりなかなか度胸のいいピッチャーですからね、やはりこの向かってきてますね。三遊間スリーアウト、2者残塁、星稜高校1回の表無得点です。ランナーを出しましたが無得点に抑えました明徳の選手たちです。今度は星稜高校の守備をご紹介してまいりましょう。マウンドは左投げの山口です。175センチ74キロ、ストレート、インコースへのカーブ、シンカーなどがあります。キャッチャーは北村です。背番号が12番。ファーストは福住です。セカンド月岩、そしてサードキャプテンの松井、ショートは2年生の林和成、守備のいい選手です。レフトに背番号15番の竹堀が入りました。2年生です。センター2年生の清水、ライトが奥成です。星稜の本田さん、はい、今日は初めて竹森がスターティングメンバー出ましたね、はい、これは
やはり明徳高校が非常にバッティングが素晴らしいということで、はい、打ち負けないようにと、バッティングのいい竹森君を起用しています。はい、山口投手の石川大会での成績がご紹介されました。長岡高陵戦では9回を投げました。134球です。3安打完封しました。三振が9つ、フォアボールは2つ出しています。解説の福島さん、はい、山口投手のいいところはどんな点ですか？そうですね、まずそのプレート度胸がありますね、はい、それと球種も豊富ですしね、まあ、彼は春よりもさらにですね成長したように思いますね。この間の試合を見ましてね。トップバッター筒井が入りました。キャプテンの筒井、先ほど守備でいいプレーを見せました。外へのボールです。明徳の今木さん、はい、選手たちにはどんな指示が出てるんですか？左ピッチャーですので、はい、ボールをあんまり中に入れないということですね。 あとはボールを打たないということです。割合にキャッチャー寄りで前の方に出てますね。そうですね。ここに構えています。ボールが落ちてファウルです。福島さん、この打席の立ち方はどうですか？いいと思いますね。特にですね、はい、明徳義塾の右のバッターは山内君の得意とするカーブ、それも膝元に落ちてくる低めの非常に際どいボールですね、この見極めをしっかりする意味でもキャッチャー寄りに立ってるんだと思いますね。またこのことが非常に大事ですね。山口投手です。去年の夏が4試合、選抜も3試合投げています。正面、松井から福住に渡りました。ワンアウトです。2番の重金、高知大会の成績をご紹介しています。今木さん、左ピッチャーの練習はしてきたんですか？はい、フリーバッティングとそれからシュートバッティングで左ピッチャーでやってきました。そうですか、はい、高知大会ではなかったですよね？そうですね、左ピッチャーには当たってません。そうするとチームでは、まあ、この15人の中には広田選手とかいますが、はい、シュートバッティングで投げてましたけれども、はい、そうですか、はい、ピッチャーの山口は右バッターの膝元へのカーブを武器としています。また松井ファウルです。馬淵監督です。丸2年になります。去年も夏の甲子園出場しました。1つ勝ちました。安心。福島さん、今のボールはどうでしたか？今のストレートですね、はい、なかなか球の走りはいいですね。その前に見せた膝元へ落ちる今のはストレートですよ、はい、早いですね、なかなかこう鋭く食い込んできてますね。いいボールです。3番の河野です。背番号は8番ですが、今日はピッチャーです。先発しています。高知大会ではホームランも打っています。
こちらは山口。ワンスリーになりました。キャッチャーは北村です。背番号12番。低めいっぱいに入りました。3番の河野、三振。手を叩きました山下監督です。三振が2つ、三者凡退の明徳義塾です。この試合の解説は中山聖光小野球部顧問、日本野球連盟競技力向上委員長の福島敦彦さんです。福島さん、はい、1回の表裏の攻防を見ましたが見応えがありました ね。特にやはりその両軍ですね、よく鍛えられてますんですね、はい、非常に動きがいいです、はい、でピッチャーの立ち上がりですね、河野君にしましても、山内君にしましてもですね、非常にいい立ち上がりですね、はい。そして内野の守備陣、特に明徳義塾がよく守ってましたね。河野君はですね、はい、そう多く三振は取れないと思うんですね、したがって今日の明徳義塾としてはこの河野君を助ける意味でも、はい、内外野が相当しっかり守らなければいけないですね。そうですね、はい、これから2回の表の石川星稜高校の攻撃と変わります。この回は6番の福住から始まります。2回の表、ゲストの本田さん、はい、昨日でしたか、福住選手確か物もらいっていうふうに聞いたんですがね、はい、朝起きた時に少し小さいのですけれども、はい、できてまして、練習が終わりましてから病院の方へ行ってまいりました。そうですか、はい、大丈夫ですか。もう大丈夫です。6番の福住です。長岡広陵戦は5打数3安打1打点は河野です。変化球が続きます。すでに一塁側では背番号10番の石川投手が軽くピッチング練習を始めています。ワンアウトです。福島さん、今のスローイングなんですけどね、はい、なんか本当肘と手首だけで投げてる感じがありますね、そうなんですね、はい、ややもすればその肩をですね、使って投げる、はい、内野手もいるんですけども、もう内野手はですね、もう取ってから、この肘から先ですね、はい、手首をうまく使ってスナップで投げると、これは非常に速くて、またボールのが行きますからいいと思いますね。今日は7番の奥成です。1回戦では5打数1安打バントヒットでした。176センチの河野です。馬淵監督です。明徳の今木さん、はい、抽選で第2試合の第2日目の第4試合のチームと当たるということで、はい、この星稜高校はご覧になったんですか。はい、甲子園に来て、はい、拝見させてもらいました。そうですか、はい、
確か、ライトの方で何か見たという話をちょっと聞いたんですけどね。はい、そうです。そうするとあの松井選手の大きな当たりも見てるわけですね。そうですね。あ、はい、先ほどは松井のフォアボールでした。ワンアウト一塁です。今日は竹森です。本田さん、何か怪我をしていたんですか？そうです、はい、あの県大会の前に、足の甲の骨を骨折いたしまして、はい、非常に調子良かったんですけれども、まあ、県大会もベンチだけということでした。ということは本当は出したかったんだけれども出せなかったということなんですね。はい、ですから石川大会も含めて全く成績は残ってないんですね。はい、先発は1打数ノーヒットでした竹森。まあ、しかし1回戦の松本選手が当たってましたんでね。そうですね。まあ、十分に働いてくれました。はい、一塁がアウトです。ランナーは二塁に進んでいます。ツーアウト二塁です。山下監督、甲子園は18回目ということになります。北村です。背番号は12番と大きい番号がついていますけれども、はい、昨年から今年の春までは2番でしたが、ね、そうでしたね。その後ちょっと選抜から帰りましてから肩痛めまして、はい、そうですか。それで試合の方もあまり出られなかったもんですから。あ、背番号2番が1年生の東選手ですよね。そうなんです、非常にあの1年生なんですけれども度胸のあるいい選手ですね。一塁側背番号10番は2年生の市川、すでにピッチングを始めています。マウンド上河野、明徳の今木さん、はい、状況によってはリリーフもということはありますね。はい、あの、あります。ツーアウト二塁です。いっぱいに入りました。見逃し三振、スリーアウト、ランナー二塁に残塁と終わりました。ランナーは出しますが踏ん張ります、河野投手です。今日は大会7日目です。甲子園も後半に入ってきました。今日は第1試合、長崎佐世保実業が延長11回サヨナラゲーム4対3で茨城常総学院を破っています。9回に追いついた試合です。第2試合は栃木宇都宮南高校が逆転で5対3島根大社高校を破っています。第3試合がこの高知明徳義塾と石川星稜高校、第4試合では群馬樹徳高校と奈良天理高校が対戦します。この明徳義塾で49代表すべてが甲子園に姿を現しました。左ピッチャーの山口です。1回は3人で打ち取りました。背番号1番の岡村、今日はファーストです。去年の夏はサード8打数3安打でした。いい当たり、おっと、ランナー2塁向かう、
ヒットとエラーがつきました。センター2年生の清水が打球を後逸してしまいました。ノーアウト2塁です。まずバッティングですが、福島さん、高めから入ってくるカーブだったですね、でちょっと慎重になりすぎまして足を揃えてしまいましたですね。そうですね、はい、それで少しイレギュラーしたもんですからね、はい、バッターが加用は1年生です。背番号11番。どちらの監督も選手点が欲しいと話しています。ファウルです。馬淵監督です。愛媛県三上高校の出身です。拓殖大学から、そして社会人の阿部企業で監督も務めています。1年生の加用がバッターボックス。明徳の今木さん、はい、1年から5番ということはこれは相当バッティングあると思っていいですね。そうですね、体もありますしバットが振れるんで、はいはい、177センチに成長しました。ちょっと強いがファウルです。フナッシングになりました。動きます馬淵監督。高知大会では犠打が12ありました。明徳義塾星稜は山下監督、甲子園のベテランです。おっとバット引いたと取ったんでしょうか。ボールです。スリーバントの構えに行きましたがバットは引きました。ツーストライクツーボール。1年生の5番加用。押されました。おっとキャッチャー高一、ランナー三塁へ。星稜の本田さん、はい、守備はかなり鍛えられてると思うんですがね。そうですね、ちょっと目を切るのが早かったかもしれないですけどもね、はい、あまりこういったシーンはこれまでありませんでした。星稜高校ノーアウト三塁です。中森選手が山下監督の指示を伝えに走りました。守りのミスが出ています。星稜高校ノーアウト三塁。5番1年生の加用、フォアボールです。三塁一塁、首をひねっています。山下監督、キャッチャー青木君。一塁三塁でバッター6番の青木、ノーアウトです。ピッチャーは左。明徳の今木さん、はい、高知大会を考えるとここはどんなことがありますか。そうですね、ちょっと予想がつかないんですけれども、はい、ランナースタート、スクイズ成功、1点先取。高知明徳義塾、力
スクイズで取ってきました。ノーアウトのスクイズ。馬淵監督、解説の福島さん、はい、驚きましたね、ここはノーアウトですからですね、星稜としては意表を突かれた形になりましたね。それと山口君ボールが続いてましたんでね、ストライクを取りに行きました。そこを見事に突きました。ランナーは二塁に進んでいます。これはいい当たり、伸びる伸びる、越えた、ランナー三塁回った、2点目のホームイン、バッターは二塁へ、タイムリーツーベースヒット。7番の久岡、今度は大技は、福島さん、はい、よく触れてましたね、よく触れてますね。それと今のも高めからのですね、はい、カーブなんですけどね、先ほど岡村君がセンターに弾き返すのと同じような感じ、はい、したがって明徳義塾としては、ストレートにしてもカーブにしても、はい、少しベルトから上の球を狙ってますね。1番の橋本です。背番号は7番です。センターに入っています。足の速い選手です。ワンアウト2塁、福島さん、この馬淵監督なんですがね、はい、社会人の経験もある非常に実践的な監督さんですよね。そうなんですよね。日本選手権でも準優勝されましてね、はい、もう百戦錬磨の監督さんですね、非常に積極的な作戦を取ります。ショートランナースタート切っている、ボールは一塁へ、ツーアウト三塁と変わりました。ライト広畑君2アウト3塁でラストバッターの広畑です。明徳義塾の今木さん、はい、ラストバッターなんですがかなりバッティングいいようですね。そうですね、あの足が速いんで、はい、ヒットを稼ぐことが多いですけれども、タイムがかかりました。スパイクの紐を結び直しています。少し間合いを取りますピッチャーの山口。明徳義塾は2回の裏、相手のエラーもありましたがランナーを進めてスクイズでまず1点、そして久岡のタイムリーツーベースで2点目が入っています。バッターは広畑、マウンドは山口、2点を取られました。セカンド正面、スキーヤーからすぐに渡ってスリーアウト。しかしこの回は岡村のヒット、センターのエラー、フォアボール、そしてスクイズです。さらにタイムリーツーベースで2点を取りました。さあ2点を追います。三塁側星稜高校です。中尾さん、はい、予選を通じてですね、先制されたのは初めてということでちょっと星稜スタンドも焦りというか驚きの表情がありますけど。そうですか、原田さん、ちょっとこの選抜ルをご覧になってください、はい、こちらに見えるのが、1回戦で星稜が破った長岡広陵の選抜ルなんです、はい、そしてこちらがですね、埼玉の修明高校の選抜ルなんですよ、はい、1回戦で星稜と長岡の前の試合で敗れた修明高校が、これを長岡広陵に託しまして、はい、それがまた星稜に託されたわけなんです。そうなんですか、はい、長岡広陵の応援団長がですね、はい、横地君、星稜の横地君にですね、はい、優勝目指して頑張ってくださいと答えましたら、星稜応援団長横地君が、手袋を、はい、自分の手袋をプレゼントしたそうです。そうなんですか、はい、全国から目標にされている星稜高校ですけれども、星稜に敗れたチーム、それから対戦できなかったチームと、その思いがこのスタンドにも現れています。アルプスに友情があります。これから星稜高校、清水がバッターボックスに入りました。今日はトップの清水です。
解説の福島さん、はい、2点をもらってマウンド上の河野投手ですが、はい、これからがポイントになってきますね、まあ、これはあまり2点考えない方がいいですね。そうですか。もう常にもう0対0の気持ちで、ね、投げないとですね。ただちょっと心配なのは球がですね、はい、全般的に高いですね。ショートです。守備のいい筒井スナップで投げました。ワンアウトです。よくショートへ打球が飛んでいます。数字は星稜高校は甲子園1回戦の成績が今出ています。そしてさらに1打席を加えます。今度はショート左、あ、落とした。守備のいい筒井ですがボールを落としてしまいました。ワンアウト一塁です。3番の山口、先ほど大きなスリーベースを打っています。ストレートを弾き返しました。左中間に飛んでいきました。この後が松井になります。解説の福島さん、はい、馬淵監督は、まあ、松井もそうなんですがその前後を気にしてましたね。いや、この山口君がですね、非常にいいバッターですしね、はい、まあ、もちろんあの松井君の前にですね、複数のランナーを置くということはもう極力避けなきゃいけないですね、明徳義塾としては、はい、ボール2です。テキストバッターボックスで松井が待っています。ボールが切れていく、落ちた、おっとちょっと孤立した。ランナーは止まった。二塁三塁、ワンアウト二塁三塁、ボールが切れていきました。エラーがつきました。ワンヒットワンエラーです。左バッターの打球です。福島さん、レフトの対応はだいぶ深く守ってましたね。そうですね、まあ、あの今のはヒットは致し方ないと思いますね、はい、すごくラインの方へ切れていきましたから、その地面についた打球はですね、今度は逆方向に変化しましたね、はい、まあ、それに対応できなかったということになりますね。さて4番の松井なんですが、この拍手甲子園の左半分から響いてきます。先ほどもあまり勝負はしませんでした。一塁が空いています。バルセロナのオリンピックが終わったばかりですが、いわゆるそのブーイングというものがこの甲子園でも聞かれます。アウト三塁二塁、結局フォアボール。解説の福島さん、はい、いかがですか。まあ、これは二三塁でね、まあ、一塁ベースが空いてますからね、はい、まあ、明徳義塾の方からしてみればですね、はい、まあ、当然の策だと思いますね。そうですか、はい、
ワンアウトフルベースと変わりました。星稜の本田さん、はい、星稜としてはある程度予想はしてましたか。まあ、予想はありましたけれどもね、まあ、こういう場面でも歩かせるとは思ってませんでした。あ、そうですか、はい、さあ5番の月岩です。甲子園での打率が入っています。先ほどはサードゴロでした。長岡広陵戦ではバントヒット、そして内野の強襲ヒットがありました。月岩です。181センチ。キャッチャー青木。力んでいるようです。まあ、それとどうでしょうかね、これ明徳義塾の内野陣がですねかなり前進してますね、はい、私はまだ3回ですしね、この守備位置見てますと非常に三遊間が空いてますね。そうですね、月岩君非常にバッティングがいいですからね、私はあまり前へ来るのはその大量点につながると思いますね。スクイズ成功、星稜のスクイズで1点を返しました。第1です。なおも三塁二塁。福島さん、はい、スクイズできましたね。そうですね、まあ、非常にいいカウントだったもんですからね、はい、まあ、ここはストライクを取ってくると、こういうふうに山下監督見て捉えたんじゃないでしょうかね。まず1点を返すと、そして自分たちのペースにということじゃないでしょうかね。同じようにスクイズでまず1点を返しました。バッター福住、1回戦は5打数3安打1打点です。先ほどはショートゴロ、カーブを打ちました。三遊間スリーアウト、二者残塁、スクイズで1点を返しました。星稜高校3回の表2対1となっています。1点差に迫られています。一塁側高知明徳義塾、広瀬さん。はい、いや本当にヒヤヒヤしました。しかし一塁側アルプススタンドからのファイト河野の声が届きました、はい、よく守ってくれました。さてこのアルプススタンドにちょっと変わった、そしてなかなか迫力のある応援のメッセージが届いています、はい、こちらです。ははは、漫画なんですよ、はい、これはふるさと高知でこの夏初めて開かれた高校生たちの漫画日本一決定戦、はいはい、通称漫画甲子園に出場した高知県の高校生が書いたものなんです。まあ、野球と漫画と進む道は違いますが、同じ高校生が甲子園という名のもとに日本一を目指しました、はい、そのあたり共感するものがあって筆を取ってのこの応援の漫画です。ふるさとを同じくする岡高校からの漫画のエールに応えるべく、この回も黒潮打線が爆発してくれそうです。黒潮打線は日本一ゼロと書いてありますが、さあその黒潮打線どうでしょうか。この回はトップバッターから始まります。明徳義塾高校、地方大会では1回戦が高知商業に7対0、2回戦高知工業に16対0、7回コールドゲーム、準々決勝宿毛に8対1、ホームラン3本、そして準決勝高知南6対1、決勝は伊野に6対1と勝って出てきました。伊野商業を破って出てきています。キャプテンの筒井、ボールを見ています。星稜高校のマウンドは山口です。今日は2点を取られました。
メイトフィーリーフの今木さん、はい、まあ、7日目の最初の試合ということになりましたんでね、7日目が、はい、そこまでこのチームを維持することがあったと思うんですけどね、はい、その辺はどの辺が難しかったですか。そうですね、まあ、コンディション作りとですね、はい、それからこの甲子園の雰囲気になれるということで、昨日も、あの第一試合の時に甲子園に来て、はい、その雰囲気になれるように、あの連れてきたんですけれども。そうですか、はい、途中でその何か休みみたいなのあったんですか。星稜が1回戦の時に、休みしまして、はい、であの甲子園に来ました。そうですか。その1日だけです。あ、はい、特に打線の方は甲子園大会と比べてどうですか。そんなに変わってはないですね、はい。フォアボールです。2つ目のフォアボール、ノーアウト1塁です。解説の福島さん、はい、1回戦と比べて山口投手のピッチングはどうですか。立ち上がりの1回は良かったんですけどね、2回にカーブを少し狙われましたね、はい、それでちょっと自分のピッチングのリズムを今のところ崩しているような感じがいたしますね。馬淵監督です。2番の重金、ランナー飛び出しているが戻りました。ファウルです。何か声が聞こえてきそうな一塁側の馬淵監督です。2番の重金、入りました。見逃し三振、ワンアウト一塁です。ランナーを進めることはできませんでした。3番の河野がバッターボックスに向かいます。176センチ、今木さん、はい、まあ、今日は背番号8番の河野がまあピッチャーなんですけれども、もともと新チームでは誰が一番ピッチャーになるはずだったんですか。そうですね、まあ、監督さんの意向からすれば、はい、あの岡村に頑張ってほしいという気持ちあったみたいですけれども、やっぱり競争させてみるとですね、はい、他のもんが出てきたもんですから、あの河野もその出てきたうちの一人になるんですけれども。なるほどね、はい、背番号は8番をつけています。まあ、その岡村、それからピッチャーの背番号10番の市川、それから廣田と随分投げられる選手多いですね。そうですね。センターです。さあ落ちた、二塁一塁です。福島さん、はい、投球に押された感じはあったんですがね、今のも完全に山口君の勝ちなんですけども、はい、逆に詰まったのが幸いしましたですね、まあ、それとやはり両チームの外野がですね、今日は非常に守備位置が深いですね、はい、やはりその両校の打線が強力であるということが頭にあるんじゃないでしょうかね。岡村です。高知大会では準決勝でホームランを打っています。ご紹介ありましたように岡村もピッチャーであったことがあります。甲子園でも沖縄水産戦で投げたことがあります。
日曜日、スタンドは超満員です。早い牽制が送られましたがセーフです。控えの選手が外野に指示を与えています。だいぶ前の方に変わりました外野の守備です。この守備位置です。今日は甲子園の風がいつもと反対に吹いています。左から右の方に吹いています。4番の岡村、先ほどはセンター前にヒットを打っています。カーブでした。ランナースタート、キャッチャーをこぼしている。オールセーフ。ダブルスチール成功です。今木さん、はい、こういった攻撃は甲子大会ではあったんですか？はい、こういうのはよくありました。そうですか、はい、足を絡めてきました。明徳義塾馬淵監督、ワンアウト三塁二塁、バッターのカウントは 2-3 です。フォアボール、満塁になりました。ワンアウト満塁でバッターは5番の1年生の加陽に変わります。内野が集まりました。加陽は先ほどはフォアボールです。数字は高知大会です。177センチで75キロ。馬淵監督、攻撃的な野球をします。ワンアウトフルベース。今木さん、はい、この海王選手、打球はどちら方向が多いですか？そうですね、まあ、どちらにも飛びますけれども、はいはい、右の方向にも打てます。右破った。3-1。福島さん、はい、素直なバッティングでしたね。今の山内君どうしたんでしょうかね。ツーナッシングを追い込みましてね、はい、私はおそらく外角にシンカーを投げると思ったんですけども、高めに行きましたですね。そうでしたね、はい、ツーナッシングですからもう少しこう余裕を持ってね、はい、非常によく見てましたですね。そうですね、ボールをね、右にも飛びますというお話のすぐ後に出ました。なおもフルベース。3-1、2点差にまた広がりました。そして先ほどスクイーズの青木です。ピンチの山口、
しました。星稜の本田さん、はい、この夏になって山口投手のこういった表情を見たことありますか？こういう風な試合は初めてですよね。はい、はい、いわばこの夏は初めての経験になりますピッチャーの山口。バッター青木、ランナースタート、ファウル、スクイーズはファウルです。白い歯が見えます。福島さん、はい、満塁でやってきましたね。なかなかね、この満塁のケースでね、そのスクイーズのサインを出すというのは非常にこのベンチにとっては勇気のいることなんですよね。はい、その社会人野球の経験もあって非常に実践的という話がありましたけど、本当に攻めてきますね。攻めてきますね。ツーストライクワンボールになりました。スリーバントスクイーズ、外された、ランナー挟まれた、ダブルプレイ、スリーバントスクイーズ失敗、そしてランナータッチアウトです。しかしこの回明徳義塾は1点が入りました。3回終わって3対1、点差は2点になっています。ほっとして引き上げます。ご覧の得点経過です。2回はスクイーズとヒット、そしてまた3回タイムリーヒットが出ました。3対1になっています。4回の攻撃を前にして星稜高校エンジンを作りました。かなり丁寧な指示が山下監督から選手たちに与えられました。この回は7番の奥成から始まります。大会が始まって初めての日曜日です。またお盆の休みの期間でもあります。甲子園は満員です。先ほどはフォアボールの奥成、もう一塁側は投球練習はしていません。久岡、岡村、ワンアウトです。8番の竹森、夏の石川大会は出場はありませんでした。この甲子園に来て今日の試合で初めて登場しています。怪我が治りました。2年生の竹森、先ほどは三振です。フォアボール、4つ目のフォアボールです。ワンアウト一塁。9番キャッチャー北村君、打順は下位です。ラストバッターは北村が向かいます。三振でした。
ワンアウト一塁です。回は4回、得点差は2点です。ファウルです。解説の福島さん、はい、ここはツーアウトにしても二塁に送って一番へということなんでしょうかね。あの今のそういう意図がありましたですね、当然バントの練習は相当しているとは思うんですけどね。はい、そうですね。スリーバント、ショーフライ、バッターアウトです。3回して3回とも失敗しました山下監督。センター清水君、今日は1番の清水です。数字は甲子園での通算成績になります。今日はヒットがありません。いずれもショートへ打球が飛んでいます。星稜の本田さん、はい、1番に戻りましたけども、はい、何か1番に戻ると多少硬くなることがあるんでしょうかね。うん、そうですね、本来1番に非常にいい子なんですけれどもね、はい、ちょっと意識しすぎるかもしれないですね。3、はい、アウトです。この打席も凡退しました。まあ、1回戦では打順が下がって伸び伸びとできたのかもしれませんね。そうですね。ここも内野ゴロで3アウトです。4回の表星稜高校は無得点。これから高知明徳義塾高校の攻撃と変わります。明徳義塾は夏は2年連続3回目です。去年は1回戦市立岐阜商業に6対0と勝ちました。2回戦で沖縄水産に6対5と敗れています。その前昭和59年は3回戦まで進出しましたが、1回戦県立岐阜商業を破り、2回戦広尾を破って、3回戦で新潟南に敗れています。夏はまだ3回戦は突破していません。馬淵史郎監督です。36歳、社会人の安倍企業で監督なども務めています。都市対抗日本選手権の準優勝もあります。解説の福島さん、はい、昨日練習を見たんですけれども、あのノックがすごいですね。そうですね、まあ、これはあの星稜の山下君にも、山下監督にも言えることなんですけども、はい、やはり両監督は非常にこの、練習 の, その内容が濃くですね、はい、特にノックなどは非常にお上手ですね。そうですね、はい、したがって守備が非常にうまくなると、はい、まあ、こういうことになるんでしょうね。これは両チームとも言えるかもしれませんね、はい、明徳義塾は7番の久岡がバッターボックスです。先ほどは変化球を打ってレフトへ、ツーベースになりました。タイムリーツーベースを打っています。バットの先でした。山口から福住に渡っています。ワンアウト。大会7日目です。これが25試合目になります。49代表すべてが甲子園に登場しています。明徳義塾のバッターは今の低めの変化球ですね、はい、
この、その選球が非常に今日はよくできてるんでね。そうですね、はい、ファールです。足に当たっています。馬淵監督はこの前の試合を見て、あの変化球はボールが多いということを言ってましたね。まあ、あのなかなかしかし打席に立ちますとね、非常にこのストライクからボールになって、それも鋭い変化球ですから、どうしてもバッターとしては振ってしまうんですけどもね、はい、まあ、今のところよく明徳義塾のバッターはボールを見てますね。試合の初めに一番キャッチャー寄りに立つという話をしましたけれども、それは今も続いていますか？続いていますね、はい。右バッターのインコースへの変化球、低めのストレートもあります。ピッチャーの山口、アウトコースへのシンカー、いいコース、見逃しの三振、5つ目の三振を奪いました。福島さん、今のはいい球ですね、ストレートでですね、はい、非常にこう中にその食い込んで入ってきますから、これはもうちょっと打つのはですね非常に難しい。そうですね、はい、ベストボールですね、はい、ラストバッターの広畑です。空振りを取りました。サードライナー、松井がっちりと抑えました。3アウト。この回は三者凡退、高知明徳義塾、4回終わって3対1、明徳義塾が2点をリードしています。腰を落として円陣を組んでいます、三塁側の石川星稜高校です。星稜高校は石川大会では2回戦からで、金沢錦ヶ丘を7対0コールドゲーム、羽咋高校9対2、7回コールドゲーム、準々決勝小松商業11対0、5回コールドゲーム、準決勝石川県立神戸を2回0と破って、決勝では金沢市立工業を6対0と破ってこの甲子園、そして1回戦で新潟長岡工業高校11対0、17安打を放って破っています。学校が昭和37年にできました。今年で30年ということになります。星稜高校の攻撃は夏は連続4年連続11回目ベスト4が2回あります。51年と、そして平成3年去年です。バッター林和成、2番から始まります。今日はサードゴロ、ショートゴロ、エラー。この後が山口、そして松井へと続きます。福島さん、はい、この回がまず前半のポイントになりそうですね。そうですね、やはり星稜としましてはね、やはり松井君の前にですねランナーを置きたいですね。2ボールです。抜かれました。ノーアウト1塁、初めてのノーアウトのランナー、星稜高校です。キャッチャーは低めに構えたんですけども、高めからカーブが入りましたね、はい。やはり河野君は私最初から心配しているのは、やはりその変化球がですね、はい、高めから入る場合、この場合が多々ありますね。このボールは非常に怖いです。そして今日2安打の山口です。
スリーベースヒット、また打ち上げてしまった。左中間の真ん中、レフト加用が出て取りました。ワンアウトです。ワンアウト一塁で松井です。バックネット裏からも大きな拍手が起こっています。そしてこの風、今日は左から右です。松井にとっては有利な風が吹いています。1回戦とは全く反対です。おやおや、福島さん、はい、ワンアウト一塁でキャッチャーがアウトコースです ねキャッチャーアウトコースに構えてますね。はい、頷いている馬淵監督、完全に外しました。もう全然インコース投げないですね、やはりまあ風があるということなんでしょうけど、まあ、ここはランナー一塁ですからね、はい、もう少しこう思い切って投げてもいいと思うんですけどね。そうですよね、はい、今日は2回とも敬遠気味のフォアボール。3回目のバッターボックスもノースリー、勝負をしてくれませんでした。ランナーが2塁まで進みますがフォアボール。そして中谷選手が1塁側から走りました。中心の田中さんが駆け寄ってエンジンを解くように言っています。ワンアウト2塁1塁で5番の月井は今日はサードゴロとスクイズです。の表情はどうですか、変わってませんか。そうですね、変わりはありません。いつものペースですか。はい、得点差は2点です。5番の月岩と勝負、ピッチャーの河野。福島さん、はい、投球の内容も変わってませんか。今のところですね、月岩君には非常にカーブが低めに決まってますね。はい、はい、ストライクが2つ、ボールが2つです。あるいは動いてくるか。当たりは強烈、しかし正面、2アウト。加用が取りました。福島さん、いい当たりだったんですがね、今のはいい当たりだったんですけどね、まあ、目と義塾には正面ということでね、はい、まあ、非常にラッキーだったですけども。ツーアウト二塁一塁です。まあ、星稜としてはこの、まあ、スキューワ君、それから福住君ですね、このバッターが私非常にポイントを握っているように思うんですね、はい、なかなかいいバッターですしね。馬淵監督も松以外にその福住選手を非常に気にしていました。当然河野投手には伝わっています。今日の福住は引っ張ってショートゴロ、サードゴロ、3回目のバッターボックスです。
番号8番の河野。ちょっと肩に力が入りましたか。キャッチャーは青木です。フォークも持っているという河野ですが、ファウル。ぎっしりと詰まっていますアルプススタンド。日曜日の第3試合です。まだ決まらない。キャッチャーの青木が肩を上下させました。ツーアウト二塁一塁ツースリー、ランナーがスタートを切ります。ショート抜けた、レフトへ前出した、セカンドランナーホームイン、3対2。一塁ランナーは三塁へ、バッターランナーセカンドへ。1点を返しました星稜高校、3対2。なおもランナー三塁二塁。カーブでした。そうですね、高めのカーブですね。打球の中によく止めましたですね、はいはい、しっかり引きつけて本当にナイスバッティングだったですよ。進塁にはエラーがついています。ランナー三塁二塁。そしてバッターボックスが今日は7番に下がっている奥成。甲子園の左半分から大きな拍手が沸き起こっています。ここでまた背番号10番のピッチャー石川が一塁側練習を始めています。今日は7番の奥内、長岡広陵戦は1番を打ちました。ヒット1本、バントヒットでした。三塁側一つになって拍手の応援です。見逃し三振、2者残塁、あと1本が出ません。石川星稜高校、この回も1点止まり。また1点差になりました。3対2。踏ん張りました河野。解説の福島さん、はい、最後はバッターの予想と反対に来ましたかね。今のはカーブだったですね、はい、手が出せない球ではなかったですけども、そうでした、ね、ちょっとバッターの奥成君としてはですね、はい、読みが外れたと言いますかね。そうでした、ね、ただまあストライク取られてましたから、はい、まあ、なんとかそこは食らいついて打ってほしかったですね。しかし星稜高校に1点が入っています。3対2になりました。今日の第3試合です。高知明徳義塾高校と石川星稜高校。明徳義塾はこの試合が初戦になります。星稜高校は2試合目になります。また1点差になりました。明徳義塾高校の攻撃は1番ショート福井君。明徳は打順の回り方がよく、また1番から始まります。昭和51年に学校ができています明徳義塾。その3年前に中学校ができて、そして51年にその生徒が中学高校生になって高校もできています。そして昭和59年に明徳義塾と名前が変わりました。
今日の明徳義塾のゲストは OB、 今コーチをしている今木さんですけれども、今木さんは昭和59年に入学ですかね。そうです、はいはい、ちょうど校名の変わった年になりますね。そうです。あの年は夏に甲子園に出て、はい、3回戦で敗れたんですね、はい、あの時はどこで見てましたか。あの時はアルプススタンドで、はい、見てました。そうですか、はい、三振です。6つ目の三振、山口。明徳義塾は選抜は4回出場しています。ベスト4が1回、昭和58年が準決勝で池田に敗れています。59年がベスト8、62年は1回戦で敗れました。ショートは林和成です。ツーアウト。3番の河野です。三振とセンター前ヒットです。回り込みました。スリーアウト。セカンドの突きは三者凡退に倒れました。5回の裏の明徳義塾高校無得点です。3対2、明徳義塾が1点をリードしています。この試合は明徳義塾が2回に2点を先行しました。その後3回表星稜が1点を返しましたが、3回裏明徳義塾はワンアウト満塁からバッターボックスに5番、加陽がヒットを打ちます。うまく右に打ちました。三塁ランナーホームインして3対1。このあと5回の表に星稜高校がまたタイムリーで1点を返して3対2になっています。今日の放送席はゲストに星稜高校が野球部の部長の本田稔さん、そして明徳義塾がコーチの今木智久さん、解説が福島敦彦さんです。星稜の本田さん、はい、まあ、放送席は2回目になりますが、今日はかなりこの厳しい状況になってますね。そうですね、まあ、予想してた通りの展開といいますか。あ、そうですか、ちょっと苦しいなと思ってます。そうですか、はい、その予想が当たってしまったわけですね。そうですね、はい、今木さん、はい、まあ、明徳はこれが初戦になるんですが、はい、選手たち落ち着いてるみたいですね。そうですね、はい、まず今ペースは掴んでると思っていいですか。はい、そうですけど、まあ、0対0の気持ちで、はい、やってもらいたいですけれども、はいはい、そして解説が中山聖光市野球部顧問の福島敦彦さんです。福島さん、はい、まあ、両チーム非常にですね鍛えられたチーム、はい、まあ、得点も1点差、見応えのあるゲームになってきましたね。そうですね、やはり期待通りの好ゲームですね、はい、まあ、おそらくこれから終盤にかけてですね、その 1,2 点を私取り合うと思うんですね、はい、で特にその河野投手がですね、非常によくは投げてるんですけども、はい、先ほどからやや高めにそのボールが来だしましたんで ね、 なるほどね、まあ、星稜打線がどこで捕まえるかと、はい、まあ、いうところが一つのこのポイントになってくるんじゃないでしょうかね。ということはすでに市川投手も投球練習をしている、はい、それからスピードピッチャーの岡村もいますので。そうなんですよね、はい、やはり継投ということも十分考えられますしね、はい、まあ、おそらくこの試合はですね今3対2ですから、まあ、4点から5点、はい、まあ、この辺りが最後 の、 その決着をつける点数になるんじゃないでしょうかね。観衆が5万5000人と発表されました超満員の甲子園球場です。7日目初めての日曜日、お盆の休みでもあります。6回の表、星稜高校の攻撃は8番レフト先ほどの試合から観衆が5000人増えています。
6回の表星稜高校は8番の竹森から始まります。星稜は1回戦ではレフトには松本選手が入ってヒット2本打点3を挙げたんですが、今日は竹森の調子が戻ってきたということで初めてこの夏の大会起用しています。しかし今日はセカンドゴロとフォアボール。ここまで星稜は残塁が8つあります。今日の投手は投球が90球を超えています。取った掴んだ岡村。福島さん、はい、もうバッティングは申し分なしですね、まあ、しかしこの岡村君ですね、今のあたりよく止めましたですね。完全な長打ですね、はいはい、素晴らしいプレーです。バッター北村、まずカーブが入りました。回戦では先制のスクイズ、バッターの北村。今日は三振とスリーバント失敗、三振が2つ。今度は前進、広畑掴みました。ツーアウトです。星稜の本田さん、はい、まあ、今回は松井選手のこともありまして非常に騒がれてはいるんですが、はい、山下監督はとにかくこうそうではなくて非常にこうまとまりのいいチームだということを話してますよね。そうですね、確かにあの松井の力が、まあ、他の選手よりも少し素晴らしいということで、はい、かなりいろいろ言われてますけれども、結局そのうちのチームが今まで勝ってきたのはチームワークです。いい当たりが出ました。ツーアウトランナー一塁です。一番に戻った清水に当たりが出ました。あの今のは非常に難しい球ですね、はい、低めの真ん中低めにその変化球が落ちてまいりましたですけども、マーク膝を使ってね打ちましたですね。さあここはどうしてくるか。当然俊足です。ツーアウト。いい当たり、アウ。解説の福島さん、はい、まあ、この後の打順との問題もあると思うんですけどね、もうしかし、はい、もうあの星稜のバッターはですね、はい、この4打席目ということでね、もうこの河野君の球にはですね、はい、もう完全に合ってきてますね。そうですか、はい、したがって河野君としてはもう一つの失投は許されないですね。俊足の清水が一塁です。ランナーは止まっています。立ち上がっている馬淵監督、7スタート、アウト、盗塁失敗、青木刺しました。6回の表星稜高校は無得点です。汗を拭っています山下監督、腰を落として監督の指示を聞きます。一塁側明徳義塾高校、
かなり大きな声を出して指示を与えています。馬淵監督、今木さん、はい、非常にあの明るい監督ですね。そうですね、はい、何かあの、まあ、マイクには入ってないんですけども、声が本当に聞こえてきそうな感じがありますが、はい、もう練習中から、はい、ずっと喋られている監督ですので。そうですね、はい、非常に明るいチームになっています。明徳義塾高校、4番の岡村から始まります。先ほどファインプレーをしました。高知大会でホームランも放っています。ファウルです。岡村は今日はセンター前ヒットとフォアボール、3回目のバッターボックス。山口の投球は80球を超えたばかりです。福島さん、はい、まあ、今日は山口投手1回戦とは少し違うよという話がありましたが、はい、今はどうですか。まあ、あの時々すっぽ抜けますけども、4回以降は非常に立ち直ってきていると思いますね。立ちました。4回5回と三者凡退に打ち取っています山口。ライトの右、ファウル。去年の夏4試合投げました甲子園、選抜も3試合を投げています。高く上がりました。福成が取りました。ワンアウトです。5万5000人の観衆が見つめています。7日目の第3試合、バッター1年生の加陽、先ほどタイムリーヒット、一二塁間ライナーで破っていきました。解説の福島さん、はい、まあ、1年生でまだ体はちょっと細い感じがあるんですが、力がありますね。あのこれはなかなかのスラッガーですね、はいはい、あの大きくスラッと欲しいと思いますね。今木さん、はい、そうすると新チームでは4番ということになるんでしょうかね。そうですね、まあ、主軸を打つようになるとは思いますけれども、はいはい、また競争させてみます。そうですか、はい、この甲子園にはこの1年生の加陽の他にピッチャーの石川、はい、それから背番号15番の宮崎選手が来てるんですね。はい、そうです。1年生の加陽です。177センチ75キロ、
松井ツーアウトです。星稜の本田さん、はい、松井選手は1年の時は確かファーストでしたよね。そうです。それが三塁に回ったということで、はい、なんかあの監督の話ですとそちらの方がより攻撃的になる積極的になるという話を聞いたんですがね。そうですね、まあ、ホットコーナーですし、はい、まあ、どんどんやっぱり声出して前前出るようなプレーをしてほしいという気持ちです、はい、なるほどね。それがバッティングにも生きてくるわけですね。そうですね。6番の青木が入っています。クイズ1つ成功、その後は三振、ダブルプレーになっています。6番の青木、ランナーはなし。三振、バックのボール球でした。7つ目、そして山口は4回5回6回をピシャリと抑えました。1点差です。追います。星稜高校、中尾さん。はい、1点リードされてはいますけれども、だんだん星稜のペースになってきています。応援団にも熱が入っています。いっぱいに詰まってますね。はい、もう今日は4000人近い応援団が入っています。はい、ところで原田さん、このバッグ見てください。はいはい、このバッグがですね、非常に縁起物なんです。はい、このバッグを持って甲子園に来た時には星稜は必ず勝っているというバッグなんです。はい、このバッグの持ち主がですね、この方です。清田美幸さん、3年生です。それからその隣にいますのが島本香織さん、この方も3年生、はい、この2人はですね、県大会でボランティアでですね、はい、場内アナウンス、いわゆるウグイス城ですね、ははは、1年生の時からずっと勤めているんです。そうですか。それでですね、県大会の時はスタンドでこうして星稜を応援することができないんです。そうですね、甲子園に来て初めてみんなに混じって、はい、この星稜に声援を送ることができるんです。なるほどね、はい、この2人、1回戦は非常に、応援のしがいがある試合だと、この試合もぜひ松井君のホームランが見たいということを話していました。そうですか。はい、この回も2番から始まります。先ほど5回が2番から始まりました。もう河野投手の投球は100球を超えています。今投球練習はしていません。一塁側、また三遊間、今度は取った。ワンアウト、先頭バッターは出せませんでした。3番ピッチャー岩内くん。松井の前に山口がいます。スリーベース、シングルヒット、その後はレフトフライでした。甲子園は3年目になります。山口、踏ん張った重金、2アウト、2アウトランナーなしで松井がバッターボックスです。三塁側だけではなく一塁側からも拍手が沸き起こりました。得点差は1点です。またアウトコースです。
これも外。はい、まあ、いたしたからないんでしょうかね、まあ、ここは今ランナーいなかったですからね、私、コーゴは縦のカーブを持ってますしね、はい、もう少しこう思い切って自分の力を試してみてよかったと思うんですね。そうですよね、はい、4回とも勝負はしてくれませんでした。勝負無得点です。さあ今度は明徳義塾です。広瀬さん、はい、なんとかこの回もしのぎました。1点のリードを守っているこの一塁側のアルプススタンドは大きな声援がまだまだ出ています。はい、全寮制の明徳義塾は甲子園の地元京阪新地区を中心に全国各地から生徒が集まっているんです。はい、背番号13の藤岡貴則選手もその一人、京都の少年野球の出身です。あ、そしてその藤岡選手とこの甲子園のグラウンドで再会する約束をして残念ながら果たせなかった選手がいます。こちらの北佐賀高校の宮崎貴則くんです。はい、名前が同じ2人は小学校時代のチームメイトでした。北佐賀高校京都大会決勝で逆転負けで2人の再会の夢は消えました。この後藤岡貴則選手が代打として登場した時に宮崎貴則くんは自分の姿を重ねながら声援を送ります。そのこの背番号13番一塁コーチボックスに立っていますが藤岡選手です。高知大会では1打数ノーヒットでした。甲子園でバッターボックスはあるんでしょうか。この回は久岡から始まります。山口の投球が先ほどちょうど100球になっています。7番の久岡。明徳は4回以降パーフェクトに抑えられています。今日の久岡は2点目のタイムリーツーベースを打っています。山口。福島さん、はい、よく落ちましたですね。まあ、明徳の打線もですね、やや前の回あたりから少しこう、はい、バッティング IQ が荒くなってますね。そうですか。低めのボール球前半は出せなかったですけども、はい、それがヒットにつながったわけですけども低めのボール球 に手を出してますね。明徳も4回以降全くヒットがありませんからね。そうなんですよね。やはりここ攻めないとですね、はい、まあ、必ずまた攻め返されますね。バッターボックスのキャッチャーより一番前に立ってそしてインコースのボールを防ぐという話をしていましたがその辺が少し甘くなってきています。明徳義塾ファウルです。
8番の橋本はショートゴロと三振見逃し、3回目のバッターボックスになります。長岡広陵戦も9三振を奪いました。今日もすでに9つになっています。ラストバッター広畑、ショート林、スリーアウト。これで4567、12人を完璧に抑えています。山口立ち直っています。回は残すところ8回9回2回です。今日の星稜のゲストは野球部の部長、部長が2人いらっしゃるんですが、そのうちグラウンド以外を担当されている本田実さんです。本田さん、はい、まあ、もちろん石川大会も含めてこういった追う展開はこれまでなかったわけですね。そうです。この辺そのチームの雰囲気としてはどうなんでしょうか。そうですね、県大会とか練習試合、はい、練習試合でしたらそういうふうな形はありましたけれども、追う形になった時にやはり粘りというのはあると思います。そうですか、はい、ただ1回戦もそうだったんですが、松井選手が打って弾みやすくというのがあったと思うんですけど ね、はい、今日は勝負してくれませんからね、でもまあ5番以降がまた頑張ってくれると思います、はい、バッター福住タイムリーを打っています。河野投手はこの後は119球目になります。得点差はわずかに1点です。セカンド重金ワンアウト。これから打順は下位に向かいます、まあ、残すところ2回ですから、この回も少しでもバッターを繰り出して9回に投げたいところ。三遊間抜けた、6本目のヒットが生まれました。石川星稜高校ワンアウト一塁。7番に下がった奥成が打ちました。バッターは竹森、先ほどはいい当たりのファーストライナーでした。じーっとボールを見ていました。この後はラストバッター北村です。練習でよく触れてきましたバッター竹森。ワンアウト一塁です。ヤブダンスタート、ボールは一塁へ、ランナーを進めました。ツーアウト二塁でバッターが北村と変わります。そしてここで選手が戻りました。松本です。背番号7番が出てきました。長岡広陵戦で先発レフトに入りました。4打数2安打3打点、まあ、今日はそれ以上に竹森の調子がいいということで入れ替わりましたが、ここで登場です。ご覧の甲子園1回戦の成績です。
得点差はわずかに1点です。満を持しての登場です。ピッチャー弾かれた、一塁はアウト、間に合った、ランナー二塁に残塁。8回表石川星稜高校無得点。解説の福島さん、はい、よく取りましたですね、今ピッチャーが河野君が弾かれましてね、はい、ベース際に点々とした球をですね、取ってノーステップで放りましたですね、シェイバレ君、はい、まあ、今のは本当にもう間一髪だったですね。そうですね、はい、そしてもしあれピッチャーのグラブに触ってなかったらどうでしたかね。まあ、かなり際どく、はい、セカンドベース上行ったんじゃないでしょうかね。完全な人だと思いますね。それをアウトにしました。大きなアウトを一つ取りました。8回裏、これから明徳義塾高校の攻撃と変わります。そしてキャッチャーは東に変わります。背番号2番1年生の東です。本田さん、はい、これはご紹介ありましたが、北村がちょっと怪我があったということもあって東が2番をつけてきたわけですね。はい、そうです。また東がここでマスクをかぶります。1回戦では9回2アウトから1人だけマスクをかぶりました。東1年生です。北村選手がいなかったとはいえよく頑張ってきましたよね。そのキャッチャーの東がマスクをかぶっています。4回からはパーフェクトのピッチャーの山口、キャッチャーは東に変わっています。三振で、あ、見失った、一塁セーフ、振り逃げになりました。1年生のキャッチャーの東です。まあでも本田さん、はい、この東が頑張ったからここまで来たわけですよね。そういうことですね、はい、まあ、1年生ですのでね、本当によく頑張ってくれたと思います、はい、バッターは重金です。ピッチャー正面、あ、フライだ、一塁はセーフです。サードランナー走っていませんでした。3番の河野がバッターボックスに向かいます。今日ヒット1本、ワンアウト一塁です。バントの構えを見せました馬淵監督です。去年は3回戦で敗れた、去年は2回戦で敗れた明徳です。ランナースタート、ファーストランナーはフリーエオの筒井がいます。3番の河野、山下監督立ち上がっています。ランナースタート、
打球はファウルです。3回目の夏の甲子園の高知明徳義塾、ランナースタート。さあ打球が切れていく、しかしレフトが回り込んだ、ランナー戻ります。松本が山下監督の指示を伝えに走りました。ツーアウト一塁、4番の岡村を迎えています。今日ヒット1本、バックネット裏からも拍手が聞こえます。回以降今ランナーを出しましたが、それは振り逃げ、ヒットはありません。星稜の残す回は9回表、ランナースタート。松井止めた、こちらも止めた、スリーアウト。松井、久住、スリーアウトです。さあいよいよ9回表、石川星稜高校1点を追います。徳が先行して、そして常に逃げます。まだ追いつかれません。トップバッターから始まります。先ほどヒットが出ました清水、福島さん、はい、ここはこの先頭バッターですね。そうなんですね、まあ、星稜としましてはね、願ってもない一番バッターからですからね、はいはい、やっぱり、まあ、河野君とすればですね、まあ、ファーストバッターをしっかり取れるかということがですね、まあ、この回のポイントになりますね。今日は星稜高校4番の松井、勝負をしてもらえません。まずカーブです。126球目、ピッチャーの河野、一塁側は投球練習はしていません。打順はトップ、うまく合わせた久岡、ワンアウト。さあ1人出ないと松井までは回りません。バッターは林です。松井回るか、打順が回るか、
逆に河野は3人で勝負。3分の2ぐらいが星稜の応援をしています。5万5000の観衆。ショート出塁、ツーアウト、ツーアウト、松井まで回るか。当たっている山口、塁に出ることが山口の仕事です。ネキストバッターボックスに松井がのしのしと入っていきます。一方の河野は当然山口で勝負、じっとまず松井、センターの左、足元が追う、伸びる伸びる、長打コース、山口二塁を蹴った、三塁へまっしぐら、悠々セーフ、スリーベース。研究所を積んでいます。今の山口君は渾身の力を込めて振りましたですね、まあ、ストレートだったですけどね、はい、またよくサードまで走りましたですね。そうですね、はい、そして5回目のバッターボックスです。原田さん、はい、三塁側ですけれども、三塁側からはですね、勝負勝負というすごい大きな声援が上がっていますよ。勝負勝負ですか。はい、さあ河野、ここはどうする。またアウトコースだ。とね、はい、勝ち越しですよ、これ、そうなんですよね、ということは逆にいかにその松井君をですね、はい、もう警戒してるかということですね。長打が怖いんですね、まあ、もちろん野球は勝つためにやるんですけどね。それにしても5回目です。連続5フォアボール。どんな思いで一塁ベースに走りましたか松井。胸の内はいかに。原田さん、はい、三塁側からですね、怒りに近い、ああちょっとこれは良くないですね。まあ確かに5つのフォアボールはありましたけども、ああこれは試合が中断してしまいます。三塁側の後方から応援用のメガホンが多数投げ込まれてしまいました。試合が中断してしまいます。まあなんとかこの正常な状態でゲームが進むことを祈りたいと思いますが、うん、これはちょっとですね、投げ込まれたものを取り除かないと、そうですよね、試合には影響を与えると思いますね。はい、
今係員、そしてさらに背番号のついた選手も走っています。星稜高校の選手たちが走って今そのメガホン類を戻しています。まあ松井に対してほとんど敬遠気味のフォアボールが5つ、控えの選手と係員が出てそのメガホンを今戻しています。スタンドに返しています。まあ、この後ゲームがどうなるかは分かりませんけれども、はい、ここは早く戻してほしいですね。そうですね、まあ、お互いの両チームにとりましてもね、はい、一塁の松井です。じーっと目を伏せて、まあ、しかしこれは両チームとも気持ちを引き締めていかなきゃいけませんね。そうなんですよね、スキーあるんですよね。まあ、とにかくあの気持ちを集中してね、はい、あのピッチャーに向かっていかなきゃいけないですね。プレー再開です。三塁一塁ツーアウト、バッターは5番月岩、今日はヒットなし、ランナースタート、松井が走った、キャッチャー投げない、月岩にヒットが出れば逆転します。9回表、ツーアウト、追い込まれた、追い込んだ河野、ツーボール、三塁二塁、大詰め、五番月岩、さあサード草岡、スリーアウト、明徳義塾3回戦進出、石川星稜、夏が終わった、松井の夏も終わりました。ただいまから明徳義塾高校の栄誉をたたえ、同校の校歌を演奏して校旗の掲揚を行います。明徳勝ちました。一塁側に走ります。まあしかし今ちょっと残念なんですが、明徳を非難する声が
スタンドから上がってしまいました。しかも効果の最中です。そして三塁側、中尾さん。はい、一度もバットを振れずに終わった松井ですが、松井のホームランを見に来た三塁側のお客さんはですね、もうかなり歯がゆいような怒りに近いエキサイトした声を上げています。しかし星稜ナインですね、今年の夏は優勝候補、優勝できる力が十分あっただけに、スタンドも選手もそうですけども、かなり悔しいと思います。それでも星稜の選手よく優勝候補と騒がれて練習もしにくい中でよく頑張ったと思います、はい、特に松井選手が舞い上がらずにチーム全体を引き締めてラインをしっかり足をつくように頑張ってました。この北陸という雪国というハンディキャップを乗り越えてですね、3期連続で甲子園に旋風を巻き起こして、石川県それから北陸地方全体のレベルアップに大きく貢献した星稜野球、本当に私は選手にご苦労さんと言いたいです。中尾さんも本当にご苦労さんでした。星稜の夏が終わりました。3-2、明徳義塾が1点差で逃げ切っています。じゃあ簡単にこの試合を振り返ってまいりましょう。先制したのが明徳義塾高校、2回の裏でした。ノーアウト1塁3塁、バッター6番の青木が入ってカウントが1ボールです。ノーアウトだったんです。クイズ決まって1点を挙げました。なおもランナー2塁に置いています。7番久岡、今度はツーベース。明徳が2-0とリードしました。そして3回には両チームが1点ずつを挙げました。明徳義塾が3-1とリードして2点を追う星稜高校、今度は5回の表の攻撃と変わります。松井が3つ目の敬遠でワンアウト1塁2塁でバッター6番の福住。レフト前にヒット、3-2と追い上げました。まあ、しかしこの後も松井は勝負してもらえませんでした。5打席連続のフォアボールで結局あと1点が取れませんでした。はい、今松井選手が大きく礼をして甲子園を去ります。大きな拍手が甲子園全体から起きています。ちょうどバックネット裏の正面です。勝ちました明徳高校が引き上げていきます。まあ、果たして勝負に勝ちました馬淵監督、どんな言葉が聞かれるんでしょうか。放送席、勝ちました明徳義塾高校の馬淵監督に伺います。初戦突破おめでとうございます。どうもありがとうございます。まず守りの作戦から伺いたいんですが、松井選手に対して随分大胆な作戦を取りになります。そう、勝負ですからね、まあ、潔く勝負したいところなんですけども、チーム全体のことを考えたら、まあ、甲斐が松井君の後はそんな触れてるバッターいないし、松井君以外だったらうちの方が上だと思ってましたんで、まあ、どうしてもその勝負ならないせないかん場合はですね、インハイをつけと。ただし余裕がある場合には、こっちが勝ってる場合にはですね、思い切っていけということは言ってたんですけどもね。まあ、松井選手の1打席2打席目はファースト空いてましたが、3打席目そして4打席目は2アウトランナーなし、ここでもやはり、まあ、敬遠気味でしたね。そうですね、まあ、確率の問題で敬遠にしてですね、後と勝負した方が、まあ、結果的に1点取られたケースありましたけどね、まあ、あれは確率の問題で、まあ、勝負を避けさせたということです。まあ、2アウトランナーなしの場面でもそういった経緯があったわけなんですが、これはバッテリーともう納得づくの作戦でした。そうです、全部私がやれと、全部俺に任せろということでやりました。そうですか。はい、まあ、それにしましても
異様な場内のムードがありました、うん、そうですね、もう非常にやりにくかったですけども、我々も1年間死に物狂いで練習してきましたし、高知県代表として、初戦で負けるわけいきませんのでね、やっぱり高知県対石川県ということで、我々は思ってますし、高知の野球も最近低迷とかうんぬん言われてますけども、なんとかここで優勝候補と言われる星稜を倒すんだというような気持ちで、組み合わせ決まってから一生懸命やってましたんで、まあ、逆に言いますと、あのムードの中で河野投手が冷静でしたね。そうですね、まあよくですねやってくれたと思ってます。まあ、攻撃的には3回まで4回以降は抑えられてしまいました。まあ立ち直りましたんでね、低めのボールを打つなということで言ったんですけども、6回途中で80球ですか投げてたんで、後半崩れるというような気はしてたんですけども、やっぱりバッターボックスに入るとあのボールのカーブがストライクに見えるみたいですね。ま、守りの方で特に作戦勝ちという形がありましたけれども、どうでしょう、ゲームとしては会心の勝利という形になりました。なんかあの球場全体がですね、生徒は一生懸命やってるんですけども、まああいう形でですね、非常にあの生徒たちには嫌な思いをさせたと思うんですけども、まあ、よく子どもたちはそういうプレッシャーにも負けずやってくれたと思ってます。まあ、その星稜高校を倒しての初戦突破、どうもおめでとうございました。どうもありがとうございました。明徳義塾高校の馬淵監督に伺いました。それでは選手の談話などをお伝えします。それでは敗れました、星稜高校山下監督の談話、沖谷アナウンサーです。はい、まず最初第一声は、高校野球だけに勝負してほしかった、チャンスがあったが一発がなくて残念であった、5番、松井の下の5番のところで力が入って打てなかったと、松井が敬遠についてはこんなことは初めてで、全部敬遠されたことは初めてで非常に悔しいと、もう一度その松井のフォアボールの敬遠についてですね、悔しいということをこの談話の中で3回、言いまして、非常に悔しそうに言葉少なでした。それでは5打席連続敬遠されました松井選手の談話を中村アナウンサーです。汗だくで戻ってきました。他の選手とは違いまして、顔や首や腕にはほとんど汗ありませんでした。一度もバット振らせてもらえませんでしたねと声をかけても無言でした。右手のタオルを軽く地面に叩きつけました。悔しいですかの声にも返事はありませんでした。椅子に腰をかけて静かにスパイクを脱いで運動靴に履き替えて、今インタビューが始まったところです。以上です。はい、それでは明徳義塾河野投手の談話です。インタビューアーの目を見ながら一つ一つはっきりと答えていました。星稜打線は怖かった、敬遠は監督の指示ですと、そして勝負したい、1回ぐらい勝負したいと思いませんでしたかという質問には思いませんでした。スタンドの声は気になりませんでした。勝った瞬間は嬉しかったです。優勝を狙いたいですと話していました。以上インタビューと談話でした。放送席どうぞ。それではゲスト星稜の本田さんだけに伺います。一言いかがですか。はい、まあ、最後まで選手は本当によく頑張ってくれたと思います。はいはい、そうですか。はい、どうも本当にありがとうございました。今木さんもありがとうございました。ありがとうございました。この試合は3対2で高知明徳義塾高校が星稜高校を破りました。解説は福島敦彦さんでした。その福島さんにお話を伺ってまいりますけれども、まあ、今監督のですね、はい、インタビューも含めてですね、はい、どんなことをお感じになりましたか。そうですね、まあ、松井選手がですね敬遠されたというのは非常にその残念ですけども、はい、しかしまあ逆に明徳義塾とすればそれだけリスクを背負うわけですからね、はい、まあ、ピッチャーの河野君が非常によく踏ん張ったと、はい、いうことも言えるんじゃないでしょうかね。はいはい、星稜の5番6番に1本出ればですね、はい、試合は大きかったと思いますね。そうですね、どうもありがとうございました。どうも失礼しました。解説は福島敦彦さんでした。ご覧のように3対2で明徳義塾高校が星稜高校を破って3回戦進出を決めています。この後ニュース天気予報お知らせをお伝えした後、第4試合の群馬の樹徳高校対奈良の天理高校の試合をお伝えします。解説は鎌田勝夫さん、そして実況は杉林昇アナウンサーでお伝えいたします。